アズールのシティ転職第2話よ。ポムフィオーレ。あ、そういえばそうだったな。なんか化粧水作るって話だったな。ご覧よ、今日の新配達さん、あの美しさまるで絵画じゃないか。シェーンハイトって誰？ああ、寮長か。ビル・シェーンハイトだっけ。寮長はどんなお肌のケアをしてるんだろう。僕ら一般人じゃ想像できないよ。日頃から塗りたくってんだろうな、いろんなもん。ここ数日みんなが君の噂をしているよ。誰もが君の美しさの虜さ、ロワ・ドゥ・ポワゾン。もちろん私もね、毒の君。ちょっと毒入ってない、それ。悪口成分入ってないか。当然今の私は最高の仕上がり。どの格好宝も隙はないわ。まあでも近しいものはあるかもしれないな、こういう美容関係の人とボディービルダーは。常になんかこう顔面の調子と筋肉の調子というか、意外にこうムキムキタイプのキャラクターいないよ。当日は楽しみだよ。まあバルガスぐらいか。まあさすがに脳筋キャラクターあんま人気ないだろうしな。そう考えるとビルとバルガスは意外にデュオンマジックを使えるかもしれない。本日はいつにも増して美しいですね。何か秘訣があるのですか？ある特別な化粧水を手に入れたからかしら。フロイドジルな。どっからどう見ても悪徳商人だよな。夏のダメージを残した肌にひんやりジェルが優しく浸透、しっとりするのにベタつかない使用感。あれ、テレフォンショッピングか。使うほどに潤いあふれ、肌本来のクリアな美しさを引き出します。なんか別に朝のさ、ニュース番組の合間とかにアズール出てもおかしくないもん。あのペナルティのヒデとかが、すごいですねーとか合図中ってもおかしくないもんな。アズールの言葉にこんなに効果を感じた化粧水は初めてよ。まあでもな、主成分を聞かない方がいいよな。何事もそうかもしれないもんな。こんなにうめえもん何を使ってるんだろうって聞いた結果がなんかね、よくわかんない動物のなんかね、あの言えない部分とかよくあるもんな。このコリコリした食感はとか、青緑色のドロドロした不気味なジェルを持ってこられて、最初は悪い冗談かと思ったけど、やだな、青緑色のドロドロした不気味なジェル。まあ確かに色がね、悪い方がなんか主成分そのままって感じがして体に良さそうだよ。ビルの美の秘訣はロアディフォードだったのかい。努力の君。あ、一応そういう風になんかあだ名なんだそれ。それなら私からも感謝を述べさせてくれ。彼に次のステージを与えてくれるとは。いや、こいつらもびっくりするだろうな。ジェイドの絞り汁って気づいたら、これ販売個数増やすことになったらもうジェイドカラカラになるんじゃない。自分自身の見る目よ。前々から思ってたのは、あんたは何か特別なケアをしてるんじゃないかって。ただ単純に上腕二頭筋が果たすだけだよ、絞り取るための。あなたと美容について話をした覚えは。だってあなたよく見たら綺麗な肌をしてるもの。あんただけじゃない、連れの双子もそう。まあそうね。主な主成分だからな、材料だから。さてこの化粧水にはどんな秘密があるのかしらね。びっくりするだな、脇でおにぎりを握る北京味みたいな。それとも君のお得意の錬金術の応用かな。腕力だよ。そろそろ僕はおいとまします。これ次ジェイド出てきた時にさ、ジェイド縮んだら押しないけどな。絞られすぎて。おいアズール、アズールフロイド、俺はここだよ。また何かあったら使ってあげる。絶対に主成分聞くね。
いや、ポムフィオーレに配りたいからワンダース欲しいっていう話になってこんだけど、やっとフロイドができるようになったので報告をと思いましてすごい絞られたんだな。もう空気に触れても平気だそうです。鱗全部剥がされた気分、とんでもないな。ビルさんは大喜びでしたよ。お前絞ると青緑の液体出るんだな。いや許さないぞ。でもなんかちょっと面白いな、ディズニー作品っぽいよな、人を雑巾絞りで水出すみたいな。ミッキーもよく水に入れるとき絞ったもんな、雑巾絞りで水。やっぱ海の成分っていいもんな、ワカメとかもいいって言ってるしな。よし、じゃあ次はアズールを雑巾絞りにするか。あ、目覚ました。アズール、この指は何本に見えますか？8本。気持ち悪いな。うん、まだ気が動転しているようですね。でもよかった、なんとかブロッドの暴走は収まったようです。指が8本に見えたらちょっとまだ奇特だろ。ったく、手こずらせやがって。いやいや、レオナさんはそれ言っちゃダメっしょ。僕は一体何を？魔法の使いすぎでオーバーブロッドしてしまったんです。覚えていませんか？僕に力をくださいよって泣きながらみんなの魔法を吸い上げてさ、超ダサかった。ちょっと幻滅。かわいそう。そんな、僕が暴走するなんて信じられない。まあ、コツコツ集めてきたもんを台無しにされたらそりゃ怒るっすよね。お前が言うなシリーズ。俺だってずっと貯めてる貯金箱を他人に割られたら絶対許せないと思うし。でもやっぱ悪徳商法はダメなんだぞ、反省しろ。恥ずかしいぞ、貯金箱割られてプロット化は。その前にお前らは他人の作った対策ノートで楽しようとしたことを反省しろ。全面的に悪いんじゃないからな今回。確かにグリムに85点はすごいぞ。確かに、だってあんたの作ったテスト対策ノート見て一夜漬けしただけで90点以上取れちゃったもん。そう、しかも内容がさ、カンニングとかいう不正じゃなくてさ、ちゃんとした合法だもんな。ああ、まさに虎の巻だったな。100年分のテスト出題傾向をてめえの力で分析して作ったもんだと学園長から聞いた。まあその努力はちゃんとしてるもんな。あんたの汚いやり口は認められねえが、その根性だけは認めてやってもいいぜ。でも汚さもさ、なんていうか悪いのを受けた側だよね。本当に。今回アズールそこまで悪くねえんじゃねえかと思ってんだよな俺。そんな慰め嬉しくもなんともありませんよ。あれ、アズールちょっと涙目になってね。おやおや、泣き虫な炭吐き坊やに戻ってしまったんですかね。駄菓子に合いそうだ。二人とも、その件については秘密保持契約を結んだはずですよ。おっと、失礼しました。な、そういえばこれ、あんたが取ってこいって言ってたリエーレ王子の写真、ちゃんと持ってきたぜ。やっぱ自分の過去を抹消したいのかお前は。まだ太陽は沈んでない、これで完璧に俺たちの勝ちだ。イエーイ。なんだこの写真、人魚の稚魚どもがわらわら写ってるだけじゃねえか。エレメンタリースクールの集合写真すかね。なんでこんなのが欲しかったんすか？懐かしい。これ俺たちが遠足の時に撮った写真だよね。ここに俺とジェイドも写ってる。そうね、一番隅っこに写ってるのが昔のアズール。え？お？ああ、やめろ、見るな、見ないでください。ああ、昔の姿が見られたくなかったってことか。おやおや、アズール急に元気ですね。もう少し寝ていては？
ここまで来たら諦めた方が気が楽ですよ。どれどれ？スミット。もしかして控えめに見ても他の人魚の2倍くらい横幅がありそうなこのタコ足の子供。なるほどね、昔太ってたから嫌だったんだ。アズール、おめえ昔こんなに丸々と太ってたのか。いやでも太ってる子供すげえ可愛くない？まん丸で可愛いね。痩せてるタコより太ってるタコの方が可愛いだろ。その気持ち僕にはよくわかるぞ。誰にだって消したい過去はある。お前はもうインターネットタトゥーだよ。僕は何も見なかった。みんなも忘れてやれ。お前やたら真に迫ってるな。くそ、デュースの過去編も見たいけどな。モストロラウンジの店舗拡大と黒歴史抹消を同時に叶える。湘南純愛組みたいにすんげえリーゼントなんだもん、デュース。完璧な計画だと思ったのに。二頭を追う者は一頭をも得ずってやつっすね。同級生の卒業アルバムから写真屋のフィルムまで、昔の写真は全て取引で巻き上げ抹消したんですが、博物館に飾られたこの一枚だけがどうしても合法的に処理できずにいたんです。でもさ、今と昔で全然姿が違うんだったらいいんじゃない、別に。だからって誰も気づかなかったし、他人の手を汚させようとするんじゃねえんだぞ。てか実際に俺たち窃盗っていう罪を背負ってるからな。別にいいじゃん、俺この頃のアズール好きだけどな。俺も丸いアズール見たい。今より食べ出がありそうです。そういう問題ではないんですよ。なんか特殊カードくれよ、太ったアズール育てるわ。もう嫌だ、今すぐタコ壺に引きこもりたい。とにかく写真を持ってくるって約束は果たしたぜ。でもなんか昔太ってた写真をさ、堂々と使って私はこれで痩せましたみたいな本出せばいいのにな。アズールダイエット本みたいな。お前が出した条件を完璧にクリアした。ま、その前に契約書も砂にしちまったんだけどな。だが俺はやっぱり盗みはしたくねえ。アズール、あんただって非合法なことはしない主義なんだろ。責任取って元の場所に返してこいよ。何だったんだよこれ。じゃあ行くか。わかりました。でもどうか画像ソフトで僕を消した写真にこっそり差し替えさせてください。往生際悪いぜ。意外にちゃんと文明果たしてたな、その辺のフォトショップみたいなのあるだ。そうですよ、記録は大切なものですから。ねえねえ、いつ行く？みんなで行くんでしょ？エレメンタリースクールの遠足以来のアトランティカ記念博物館、楽しみだな。俺がワチで握ったおにぎり持ってくから。スン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 。ん？グリム、何地面に鼻こすりつけてんの？俺様のグルメハンターの勘が言っている。トリュフ見せる豚みたいな。この辺にトリュフのごとき真っ黒なごちそうが落ちていると。言えてみようだった。お前は豚か。黒いシミっけ。グルメハンターグリム様の鼻はごまかせねえんだぞ。ゼロそれ。黒い石だと。いただきます。うん、これはこってりとしていながらパンチの効いた塩辛さもあり、グリマロマニアにはたまらないお味なんだぞ。な、お前また拾い食いしてるのか。もう止めるのもバカバカしいっつーか、やっぱモンスターの味覚ってよくわかんね。ふん、あのタヌキいつもああして黒い石を拾い食いしてるのか。そう、レオナッチもレオナッチからも言ってくれよ。レオナ先輩、どうかしたんすか？どう考えてもあいつがラスボスだろう。別に、なんでもねえよ。汚ねえなって。おや、戻ったのか。おお、なんかすげえ飛んでる。まさかアーシングロットとの勝負に勝利するとは。いや、もう腹パンで一発でしたわ。ぼんやりしていそうに見えて、お前もなかなかにクセ者らしい。僕の？別に助言したつもりはなかったんだが。ああ、そうだろうな。なんだったら俺ガーゴリの話なんだって言って思ってるし。何にせよ
この庭が騒がしくならずに済んでよかった。すまし顔のアーシェングロットが悔しがる顔はさぞ見ものだっただろう。僕も見てみたかったな。残念だったな、マレウス。お前は呼ばれてないんだ。僕はそろそろ自分の寮へ戻った方が良さそうだ。ではな。おやすみ。おやすみ。便利だな、それ。俺も欲しいわ。腹パンとかお貸しくれ。いたか。いや、こちらにはいらしていないようだ。西校舎の方かもしれないな。ああ、若様、なぜ友も連れずに外出など。貴様が目を離すからだぞ、シルバー。赤子じゃないんだ。大げさに心配しすぎだと思うが。何かがあってからでは遅い。一秒たりとて気を抜くな。貴様、若様の護衛という大役を仰せつかっている自覚があるのか。セメクとシルバーがちゃんと話してるのってこれが初か。なんかぐちゃぐちゃなっちゃった。人間でありながら若様やリリア様に育ててもらったご恩を忘れたとは言わせんぞ。あ、そっか、シルバー捨て子だから。あれか、人間なのか。他妖精族って話だったもんな。それとこれとは関係ないだろう。なんか妖精族と人間で違いわかんねえな。はあ、でっけえ魚、こんなに食べきれねえんだぞ。だからディアソムニア寮は大体妖精族なんだけど、シルバーとかたまに人間がいるのか。シルバーに対してあんな剣道なのは、もしかしてセベックは人間に対してあんまりいい印象もないのか。あ、出た。これホラー展開だったからな。鏡を覗くとき、または鏡の向こうから何かがこちらを覗いてるみたいな。鏡の汚れくらいがまた怖いのよな。てかこれ別に鏡、うわかい。え、そこに誰かいるの。まずい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 、やべえ。あとでモザイクかけなきゃ。俺一番焦ったかもしんないわ。大丈夫かこれ。基本的に動画投稿してるやつは丸い3つの円が出てくるとびっくりしちゃうから。小エビちゃん、アザラシちゃん、おはよう。迎えに来たよ。お出かけしよう。お前らが来るとまた何か取り立てられそうでドキッとするんだぞ。嫌ですね。僕らだって契約違反をしない方に手荒な真似はいたしません。嘘つけよ。一番最初どうなったんだ俺。さて、本日は見事な晴天、絶好の遠足日和ということで。一番最初会った時追いかけ回されたぞ。アトランティカ記念博物館へ遠足に行こう。アズールの手配でアトランティカ記念博物館は僕たちの貸し切りとなっております。すげえ。アズールは先に出発し現地で僕たちを待っているそうです。ちょっと待って、俺は脇でおにぎり握るから。はっほっはっほっ。小エビちゃんは真面目だな。分かってるって。それじゃあ出発。なんだった。じゃあ俺も載せてくれ、その写真に。うわすげえ、中はこんな風になってんだ。伝説の海の王の像か。海の魔女以外にも海底にはいろんな偉人がいたんだな。でも海の王様の像がここに飾ってあってさ、学校ではその敵対してた魔女が祀られてるってなんかおかしくないか。どう思ってんだろうな。この水族館の人が銅像を作るっていうぐらいに海の王様を信仰してるわけじゃん。それと敵対してた魔女はどう思ってんだろうな。この王様なかなか鍛えてるじゃねえか。パンプアップすげえよな。皆さん、ようこそアトランティカ記念博物館へ。確か原作でもねこんな感じで作ってんだよな。でも原作の王様はもうちょっと広いんだよな。本日はモストロラウンジの研修旅行。王様がなんかこう見栄を張ってムキムキにしてくれって言って作られたそうなんですよ。鳥
という名目で貸し切り営業となっておりますので、ゆっくり楽しんでいってください。いいな、博物館貸し切りめっちゃいいじゃん。な、出たな、タコ足アズールと思ったら、お前は人間の姿のままなのか。まあ、確かにそういえばそうだ。ええ、僕のようにタコ足の人魚はこの辺りではとても珍しいので。へえ。こっそり写真を戻しに来たのに変に印象に残っても嫌ですから。そんなに気にしなくても。写真に写っているまん丸おデブな人魚があなただとは誰も気づきませんよ。でも人魚って太るんだな。まあ太ってる人魚もいるか。どうやって太るんだろうな。せっかく帰ってきたんだから、そんな不便な姿じゃなくて元の姿に戻って泳ぎ回ればいいのに。なんかバラムツとか食いまくったのかな。放っておいてください。じゃあ僕は写真をそっと元に戻してきますから、皆さんはどうぞ館内をご覧ください。海の中ってカロリー高いもあるのかな。あっちに人魚姫の銀の紙すきとか展示してあるよ。さっきパンフで写真見たけど、あれどう見ても串じゃなくてフォークじゃね。陸の人間にはそう見えるかもしれませんね。あーでもね、なんかね、これリトルマーメイドっていう原作の方では陸のものを宝物として扱ったりするんだよな。だから陸で見つかったものを海の底に持って帰ってきて、見てこれ串よみたいな、人間が髪を溶かす道具よって言うんだけど、実は陸ではフォークとして扱えてるみたいな、そんな感じみたいな反射ってやつ。あなたは行かないんですか。疑り深いですね。ちゃんと戻しますよ。ちょっと細くなってとかないよな。アスペクト比を変えてとかないよな。昔の写真を全て消去すれば、僕がグズでのろまなタコ野郎とバカにされていた過去も消えるような気がしていたんです。昔の黒歴史は消えねえんだぜ。海の魔女は悪行を働いていた過去を隠すことはせず、その評判を覆す働きをして人々に認められた。あ、へえ、そうなんだ。僕は彼女のようになりたいと言いながら、結局過去の自分を認められず否定し続けていただけだった。あなたはもう魔法よりすごい力を持っています。え、金八先生か。あ、努力は魔法より習得が難しい。努力？僕が？いいですか。魔法は一瞬かもしれません。勝手に美談にするのはやめていただけますか。でも努力という字を見てください。ああ。僕はただ、僕をバカにした奴らを見返してやりたかっただけですから。向こうにでけえ恐竜の骨みたいのが置いてあったんだぞ。え、見たい見たい。海の中の恐竜の骨見たい見たい。あれは恐竜ではなくシードラゴンという海のモンスターですね。海の魔女の洞窟の入り口はシードラゴンの骨でできていたという言い伝えがあります。へー。あっちに海の魔女の大釜のレプリカとかもあるよ。あ、マジ見たい。海の魔女がね、この大釜でね、よくわかんない薬とか作ってんだよな。何、海にも大釜があるのか。大釜マニアじゃねえか。海の中でどうやって温めんの。それは俺もわかんない。わかんねえ。アズール説明して。言われてみるとそうだわ。いいでしょう、僕のツアーガイド代は高くつきますよ。全部のステージというか全部の世界でこれやってほしいんだけど。元ネタのなんか世界を旅するみたいな博物館連れてほしいんだけど、楽しいこれ。陸の酸素はうめえんだぞ。とりあえず名前言うみたいな。アトランティカ記念博物館、なかなか楽しかったな。あ、楽しかったな。昔はめっちゃ退屈なとこだと思ってたけど、久々に行くと結構いいね。なんか興味を持った状態で行くと楽しいよな。陸の世界に慣れると昔の人魚はかなり地上の世界を勘違いしていたことが分かって笑えますよね。いまだに日本に忍者がいると思ってるしな、みんな。フォーク、あーいや、銀の紙すきは鉄板ネタだわ。楽しんでいただけたようで何よりです。皆さん、長時間慣れない環境にいて疲れたでしょう。そろそろモストロラウンジの開店時間です。お茶を一杯いかがです。アズールとの旅行楽しいな。
めちゃめちゃいいじゃん。ここらで一杯なんかお茶でも飲みながら休憩したいなってところで、映画を見た後のお茶みたいな。ちょうど小腹も空いてたとこなんだぞ。小腹満たしながらその美術館の話をしてるみたいな時間を設けるのめっちゃいいやん。アズールを添乗員にしてバスツアーしよう。俺スペシャルドリンク、僕は限定のフード付きドリンクセットで。はい、ただいま。なんでこんなに混んでるわけ。おや、早速例の宣伝が功を奏しているようですね。例の宣伝？こないだの騒ぎの後、今後はたとえ契約でも他人の能力を奪っちゃダメって学園長に怒られたんで、うん、アズールポイントカード作ったんだよね。アナログポイントカードってモストロラウンジの？ええ、600マドルのスペシャルドリンクを頼めば1ポイント雨の日に来ると2倍の2ポイント、1500マドルの限定フード付きメニューで3ポイント貯めると何もらえんすか。50ポイント貯めればなんと1回無料で支配人であるこの僕がお悩み相談を受け付けますなんかすごい特典だな、ぬいぐるみとかでもともに。 それってどんな悩みでもいいのか。例えば勉強の悩みでも。ええ、もちろん。さらにポイントカードを3枚貯めるとスペシャルなサービスが受けられる特典付きフロイドに抱きしめてもらえるとか。より詳しい情報はこちらのパンフレットかお店のホームページでご確認ください。モストロラウンジのなんかマスコットいないの？ぬいぐるみ欲しいんだけど。じゃあ俺様もスペシャルドリンク。俺もフード付き。俺も。僕はフード付きのセットで。早速のご注文ありがとうございます。健全な商売だな。お前ら。まあでもこっちはまだいいじゃん。ジェイド、フロイド、稼ぎ時ですよ。はい。お、スカラビアだ。次はスカラビアか。マジフト大会に引き続き、期末テストでも我がスカラビア寮の注意が振るわなかったとは、由々しき事態だ。そんな手だったっけお前。ジャミル、ジャミルはいるか。はい、ここに。すぐに寮生を集めてくれ。怠惰な者に楽しい休暇があると思うなよ。あれお前そんな手だったっけ。かしこまりました。すべては寮長のお心のままに。1億%操られてるだろジャミルに。